It's your boy Life is Jay, and I'm back to y'all with another video. This is episode 17, Demon Slayer. Let's get it, man. Apparently, one of the 12 big demons, the blood of the 12, is on the mountain, so. So, Inosuke!体は大丈夫か、イノスケ。倒したかどうか聞いてんだ。倒した。それよりイノスケ、体は。俺に対して細やかな気遣いをすんじゃねえ。分かったか。お前にできることは俺にもできるんだからな。もう少ししたら俺の頭は、お前の頭より硬くなるし。あの人からは恐怖と苦痛の匂いがした。 死を絶望するほどの。この山は一体どうなっているんだろう。中に気づきがいた。鬼の一族が住む。俺は何ともない。でも鬼は群れないんじゃなかったか。 何じゃもう、腹立つ。炭治郎たちも見つかんないし、最悪だよ。どこ行ったのよ。タッチよ。そして臭いんだよ、この辺。臭い。もう泣きたい。クモがカサカサする音すごい気持ち悪いし。もう一生懸命生きてるんだろうけどさ。もう、うるさいよ。じっとしてて。 Oh, it's just himself. You must master a single thing. He's just by the way, human thing. Oh, hell no. Yeah, both of them like, yo. Both of them like, nah. Like the tall ass. お前はもう負けてる。何適当言ってんだよ。家から話しかけんなよ。嫌いなんだよお前みたいなやつ。手が何した。これは毒だよ。噛まれたろ、クモに。お前もクモになる毒だ。四半国語には俺の奴隷となって血を這うんだ。 Damn. Obviously, this wasn't happening。時計だ。わかるか？この長い針が一周した時、お前もクモの仲間入りだ。針がここに来ると手足にしびれと痛みが出てくる。ここへ来たら、めまいと吐き気が加わる。ここで激痛が来て、体が縮み出して失神する。そして目覚めた時には。
You know, like, That's why his hair is yellow. He got hit by lightning. He got hit by lightning. Wow, that's crazy. There he goes. なんだこいつは。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。失神？なんという腰抜けだ。頭から落ちて死ぬぞ。何なんだ。He passed out at worst. 雷の呼吸、一の型。中で身をひねって避けるとは、先ほどまでとは別人のように冴えた動作。一の方。さっきからずっと同じ構えを何度もしている。間違いない。こいつは一つの技しか使えないんだ。いいんだ善逸。お前はそれでいい。一つできれば万々歳だ。一つのことしかできないなら、それを極め抜け。He said he only did one move. That's all he needs. 極限の極限まで磨け。So this episode is by him. Wow. いや、じいちゃん、超前までブチ切れだったじゃん。雷の方、六つあるのに俺が一つしかできたことないから。刀の打ち方を知ってるか？知らんよ。ずっと叩くの？
泣くよ。じいちゃんは俺のこと毎日ぶったたくのかよ。でも俺は鋼じゃねえよな、生身だからさ。くくく、大したことのないやつだ。この程度が鬼狩り、毒でもう体も動かなくなってくるだろう。善逸、極めろ。泣いていい、逃げてもいい、ただ諦めるな。信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々、お前は必ず報われる。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。一つのことを極めろ。消えろよ。泣いて恥ずかしくねえのかよ。うんうん、クズが。お前みたいなやつに割く時間がもったいない。先生はな、すごい人なんだ。でもじいちゃんは。じいちゃんなんて馴れ馴れしく呼ぶんじゃねえ。先生は柱だったんだ。鬼殺隊最強の称号をもらった人なんだよ。元柱に指南を受けられることなんてめったにない。先生がお前に稽古をつけてる時間は完全に無駄だ。目障りなんだよ。消えろ。なぜお前はここにいるんだ。なぜお前はここにしがみつく。うん、親のいない俺は誰からも期待されない。誰も俺が乗り抜いて幸せにするささやかな未来ですら誰も望んではくれない。一度失敗して泣いたり逃げたりすると、ああもうこいつはダメだって離れてく。でもじいちゃんは。何度だって根気強く俺を叱ってくれた。何度も何度も逃げた俺を、何度も何度も引きずり戻して、明らかにちょっとあれ、もっと毒を打ち込め。諦めるな。こ
呼吸を使って少しでも毒の巡りを遅らせる。うん。痛くても苦しくても楽な方へ逃げるな。じいちゃんにぶったたかれる。うん、そうだ、炭治郎にも怒られるぞ。今の音、雷が落ちたのか。知るか。雷雲の匂いはしないと思うけど、刺激臭が強くなっててわからない。伊之助、俺はちょっと向こうに行ってみようと思う。好きにしたらいいんじゃねえの。伊之助は下山するんだ。は？山降りて。なんでだよ、死ねよ。いや、怪我がひどい。この山全体に流れる匂いのせいで全く気づかなかった。死ねよ、ぶった切ってやるぜ鬼。こら、バチャー伊之助。Oh. Oh, father is here. All right. あとは任せたわよ、お父さん。Wow, okay. Wow, so, obviously it didn't cut his arm at all. And, I feel like he's one of the 12 big, like, demons. And, yeah. I think they're in shit. And what's the name? Zinsuko, whatever the fuck his name is. Is slowly dying. So yeah, wow, that's a good episode. That was a good episode. You could see anytime you see the thunder clap technique, bro, you know it's gonna be a fire episode because that animation is fire. So that was hilarious. You got to see how whatever the fuck his name is. I can't pronounce his name right. I'm tired. How he got his yellow hair. He got struck by lightning. That's crazy. Struck by lightning. I said striked. He got struck by lightning. That's crazy. And made his whole hair yellow. That's nuts. But yeah. Thanks for watching. Subscribe if you're new. Thumbs up. Thumbs down if you don't like it. Comment what you think. And I'll be back with more videos. Alright. This is